大湯環状列石、大湯環状列石は、秋田県和ズ市と和田大湯にある、縄文時代後期の大型の排斥遺跡。国の特別史跡に指定されている。環状石ヒモロギア、ストーンサークルとも呼ばれる。大湯環状列石遺跡は1931年に発見され、約130メートルの距離を置いて東西に対峙する、野中堂と万座の環状列石で構成されている。 この遺跡を全国的に有名にしたのは太平洋戦争終戦直後の1946年の発掘を科学朝日が紹介したことである。そして1951年と1952年には文化財保護委員会と秋田県教育委員会が主体となって本格的な学術調査が実施されている。この遺跡は山岳給料の末端に伸びる 絶上大地の先端部に作られており、河原石を菱形や円形に並べた組石の集合体が外体と内体の二重の同心円状に配置されている排石遺構である。その外輪と内輪の中間体には一本の立石を中心に細長い石を放射状に並べ、その外側を河原石で三重余円に囲んでいる。その形から日時計と言われており、 万座と野中の両方の遺跡にある。大きい方の万座遺跡の環状直径は46メートルも、あり現在発見されている中で、日本で最大のストーンサークルである。組石は、大きい方の万座では48基、野中堂の方は44基ある。中央の立石は、大湯の東方約7から8キロメートルにある、芥久谷川から運んだと推定されており、労働力の集中が見られる。 遺跡の使用目的に関しては、諸説あるが、近くには構造が似ている一本目ごろ遺跡があり、これは墓であることが調査によって明らかになっており、またそれぞれの排斥遺構の下から副葬品を伴う土工が検出されたため大規模な共同墓地と考えられている。さらに1948年から始まった万座の周辺調査から掘った手柱建物跡群が巡らされていたことが、 明らかになり、これらは墓地に付属した早々儀礼に関する施設ではないかと推測されている。大湯環状列席には日時計上組石があり、この環状列席中心部から日時計中心部を見た方向が下死の日に太陽が沈む方向になっている。このような組石は北秋田市の伊勢道線遺跡にもある。大湯環状列席の北東には黒また山があり、 大床上列席からは綺麗な三角形に見える。黒また山にも何らかの人工的排斥移行などがあるのではないかとする推測もあり、大床上列席との関連の可能性が一部より指摘されている。周囲には掘ったて柱建物跡が巡らされており、その外側にも色々な排斥移行、縦穴式住居跡、貯蔵穴、捨て場などがある。瓦家、石器、 その他土偶、卓形土製品、石製品、動物系付け瓦け、三角形岩板など、最祀的異物が出土している。縄文時代後期の集団簿に、石、木、銅環状に並べた遺跡が確認されている。北海道知床半島の基部にある、斜利群斜利町の主演遺跡や千歳市郊外の旧薄、遺跡は、巨大な土堤を巡らした。 シューツツミボであり、環状ドヒモロギと呼ばれている。キウス遺跡には、シューツツミボが14箇所あり、シューツツミの外径が74メートル、高さが5メートルに達するところもある。シューツツミの内部には、土工だけでなく縦石の伴う遺跡もある。巨木柱を環状に配置した遺構も確認されている。金沢市新保、本町の近森遺跡では、 直径50から85センチメートルの栗材による直径7メートルの遺構。富山県小矢部市の桜町遺跡では、縄文岩器の直径30から60センチメートルの栗材10本を用いた直径6メートルの遺構など全国で十数例が見つかっている。これらは環状牧中列と呼ばれている。これらは墓地遺跡ではなく、再新遺跡の可能性の方が強い。いずれも、 縄文時代の葬送や祭祀に関わる意向と見られ、世界的に広がるストーンサークルやウッドサークルと共に人類に普遍的な円環の思想をそこに監視し、注目する立場がある。他にも、大湯の環状列石と鹿児島県伊布杉市山川、成川の成川遺跡の縦石戸工房とは、中央に円柱状の石を建てている点で共通性がある。ただし、 成川遺跡などの薩摩半島南端部に分布する縦石戸工房は、弥生時代中期後半から終末期に位置づけられるもので、年代が大きく異なっている。ありがとうございます。